皆様こんにちは。現在西武鉄道西武秩父駅に来ています。西武秩父駅前からは秩父を代表する山武甲山を見ることができます。本日は16時28分発の快速急行池袋行きに乗車したいと思います。今回乗車する快速急行池袋行きは2022年3月のダイヤ改正で廃止になってしまうんですよね。西武秩父駅から池袋駅まで安く移動できるこのお得な列車が引退してしまいます。悲しいですね。さて、列車は西武秩父駅を発車しました。終点池袋までの停車駅は飯能までの各駅と入間市、小手差市、所沢、ひばりが丘と石神井公園です。西武秩父駅から池袋駅まで1時間44分かけて走破していきます。ちなみになんですが、西武秩父駅から池袋駅まで特急秩父号を利用した場合の所要時間は1時間と22分、快速急行を利用した場合の所要時間は1時間と44分です。所要時間は20分しか変わりません。現在横瀬車両基地を通過しています。先日廃車改装された西武2000系が停車していました。現在走行している小丸トンネルは西武鉄道で最も長いトンネルです。全長4811メートルあり、途中に信号場もある面白いトンネルとなっています。ちなみに途中にある信号場は小丸トンネル信号場と言われ、1969年の西武秩父線開業と同時に開設した信号場です。こちらの信号場では列車通過待ちなどに使用されています。というわけで小丸駅に到着しました。こちらの小丸駅は西武鉄道の中で最も利用者数の低い秘境駅となっています。当チャンネルでもこちらの小丸駅をご紹介した動画がありますので、ぜひご覧ください。列車は小丸駅に到着です。こちらの小丸駅は西武秩父線と西武池袋線の境界駅になっています。
実は飯能駅が西武池袋線と秩父線の境界駅ではないんですよね。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ次の動画もよろしくお願いいたします。また今年中にチャンネル登録者1000人を目標にしていますので、ぜひまだ登録をしていない方はこの機会によろしくお願いいたします。